どうもみなさん。日本語で実況プレイをしている。お、ちょっと待って。聞こえますか？我々は、接続されてますか？お、出ましたね。アンダーテール。アンダーテールのハート。結構。実に、結構です。では、始めましょう。うん、お願いします。始めましょう。アンダーテール2ですね。アンダーテール2の前編ですけどね。始まる前の。お、まず、器？器を？お、好きな頭を。あ、キャラクター作成。作るんだ。え、マジで？あ、あとこれ、あれだ。アドベンチャータイムの吸血鬼のあれだ、じゃあこれにしよう。好きな胸の方だね。ほぼ同じじゃない？あ、でもボタンがついてるから。そして足の方、これも同じだねじゃあこれにしよう。これがあんたの体ですね。うん、よろしいですか？よろしい。結構素晴らしい。そうですよ、素晴らしい。次は器の心を。おう、でこの器が好む食べ物は。あ、やっぱり甘いものが好きなんだけどね。次は、あ、 AB 型かな。そして色はやっぱり青。青が大好き。あ、でもこれは俺じゃないけどね。で、おー、何を？優しさ、心、勇気、声。あー、優しさかな？器には聞こえません。あ、それはありがたい。あ、でも希望。そうですね、これぐらいでいいかな。おう、はい、よろしい。じゃあ器、あ、じゃあ名前つけよう。何がいいかな。んー、じゃあカタカナで M ラ イ未来くんかな。よし、決定。未来。では、あ、俺の名前。あ、だったらこれできるのかな。ちょっと待って。こうてつ、あ、おいおい、削除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 。わかった。じゃあカタカナでいこう。鋼鉄でいいかな。スティールも入力したいんだけど、まあいいや。鋼鉄、そうですよ、覚えておきな。実に結構鋼鉄。うん、あんたの回答、あんたの素晴らしい作品は。ん、ちょ、なんでああ、自分が何者になるか、この世界では誰も選ぶ。お、お前の名は、クリス。俺はクリス。お、ちょっと待って、トリアル？違うはず。違うよね。お、違う。起きなさい。学校に遅刻するわよ。先ね、外で待ってますからね。おう。おう。これが、俺？俺のキャラクターかな？お、いいね。今日は素敵な日だ。いいね。お、いろいろ、いろいろ調べたいんだけど、ちょっと進みたいっていうか。あ、じゃあ、ちょっと待って。おう。空っぽ。うん、じゃあ進みましょう。これは、なんだ？
もしかして、スネイルが、スネイル飼ってるのかな？じゃあこれがキッチンのようですね。ゴミ？あ、ゴミ箱だね。じゃあ、トリエルじゃないよね。これがアンダーテール2だと、お、ほら早く、急げばまだ間に合う。お、ちょっと。ねえ、クリス、今日は本当に素敵な日ね。来週、アズリエル。アズリエル？嘘。おう。でも、あの子は大学で楽しい毎日を。こんな小さな町帰ってきても。おお、出ましたね。何これ。すごくない？おお、見たことあるよな。これが学校だね。ちょっと待って、アンダーテールの BGM。 おー、手をつないで。いいね。でもキャラクターは何歳なんだろう。おハグ。じゃあ遅いかな、遅れてた。おー、そのようだね。はい、それじゃあ皆さんいいですか。よくないんですけど。クリス、お休みかと思ったら、来たんですね。今月は二人一組のペアになって作業してもらうので、とりあえずみんなに聞いて誰かとペアになってください。おお、選べる？もしかして。ちょっと待って、見たことあるような。クリス、おっす。お前さ、くんの遅えよ。おかげで、俺、大ちゃんなんかとペアになっちゃったんだろ？はははは。さっきからずーっと、ペアルック着ような、とか言われててさ、マジきついぜ。おう、じゃあ、どうすれば？誰がいい？誰がいい？ちょっと待って。おはよう、クリス、どうしたの？また鉛筆なくしちゃった？いいよ、貸してあげる。いや、別にそれじゃなくて、ペアに なりたいんだけど。え？私とペアになりたいの？そうだよ。そっか、ごめんね。さっき、バードリー君に頼まれちゃって。バードリー？バードリー、あ、右にいる？アルフィ先生に3人グループ、あ、お願い。3人グループで行こう。どうする？聞いてみる？聞いてみるかな？じゃあ、聞いてみるね。アルフィ先生、私たち3人グループでもいいですか？はぁ？ダメダメ。そんなの認めねえよ。この、なんていうこの、なんていう人でしたっけ？でも、それじゃあ、クリスが、ノエル、どうしました？ノエルは3人目のメンバーなんていらないって言ったんです。じゃなくて、私はただ、もし、よかったら、その、ノエル、もう少し大きい声で。お、誰だ？あ、スージーさん、おはよう。みんな、怯えてるね。不良か何か？遅刻か？あ、セーフです。ちょうど今、その、今月の授業で、一緒に作業するペアを決めてることで、スージさんはクリスとペアになりました。いや、なんでそ、え？じゃあ、みんな揃ったところで課題を発表します。ん？あれ？チョークが、みんなチョーク知りませんか？チョークがなくなるのこれで3回目。チョークがないと、授業始められないんですけど。確かに。コンピューター持ってるんだけど。みんな黙ってるなら先生に、考えがあります。クラス全員に責任取ってもらいますからね。シーン。あ、
もしもーし。先生、確か物置にチョークの箱があったはず。もしよかったら私とスージーが。それはいい考えですね。スージーは最後に来たから。取ってきてもらっていいんですか？それからクリス一緒に行ってあげて。スージーは、ちょっと。難しい子だから、ちゃんと取ってくるか心配なので。じゃあ、そういうことでよろしくね。いってらっしゃい。おう。やっぱり、俺しかないな。ん？ここで。あ、なんか、タバコ吸うかと思ったら、チョーク食べた？チョーク食べたっぽい。クリス。なんだ？いたのか？気づなかった。あのさ、今、私が何をしたか見てないよな。ふん。答えらんない？クリス。お、う、なんか逆、カベドン？なあ。カベドン？いいこと教えてやろうか？ロッカドンかな？俺はな、黙ってる奴を見るとイラつくんだよ。おう。何も喋んなくたってな。てめえの頭ん中は全部お見通しなんだよ。ついにやったぞ。スージーがチョークを食べてるの見つけたぞ。先生も今度こそ許さないぞ。スージーが退学になるぞ。って。なんだよ、その顔。驚いたふりか？図星のくせに。お前だけじゃない。学校中みんなそう望んでることだ。よかったな、クリス。お前の勝ちだよ。俺はおしまいだ。でも、おやつを食った程度で退学ってのももったいねえよな。クリス、なあ、どうせお前はチクるんだろう？じゃあせっかくだからガッチだやべえことしねえと損だろ。なあクリス、こういうのはどうだ？てめえの顔を食いちぎるってのは。やめた。お前のおふくろはいいモンスターだ。自分の子を他に埋めさせるのは気の毒だな。行くぞ。さっそと済ませようぜ。チョーク取りに行って、教室戻って、それで。課題はお前が一人でやる。いいな、よくないんですけど、ちょ、答えられなかった、答えなくていい。お前、物分かり悪そうだから、教えてやるよ。てめえの意見なんてな、どうでもいいんだよ。さっそと行くぞ。おお、じゃあ、スプリントできますね。よし。お前、歩くの早えな。さては、逃げ足だけは早いってやつだろ？行くぞ。なんだこの子。
これがクローゼット？でかくない？あった。これが物置だな。あー、つまんねえ。せっかく楽しくなってきたとこだったのに、もうついちまった。どう見ても普通のクローゼットじゃないんだけど、ほら、スージでも、なんか。なあ、クリス、なんかさ、物置ん中が、暗すぎくね。おお。何グズグズしてんだよ、さっさと、入れよ。これだから、へたれは。それじゃあ。二人で同時に入るぞ。わかった、同時に。ほら、見ろ。別に怖くもなんともねえし。古い紙くずが、なんか床にペーパーが。とりあえず、電気のスイッチ。うん。じゃあ、どっかにある？本当にある？あれ？おかしいな、スイッチがない。もっと奥の方か？いや、違うと思う。もっとドアの近くなはず。ないよ。なあ、物置ってさ、普通こんなにでかいか？そろそろ奥の壁についていい頃だよな。ないかな？もしかして壁ない？なあ、クリス。この物置は、あれだ。壊れてるっぽいな。壊れてる？だって壁がねえもん。よし。もう十分だろ。証拠が欲しっきゃ。アルフィが自分で帰るぞ。うん、そうしよう。だよね。ちょ、おい、ふざけんなよ。開けろ。開け、おお、どうした？ゆかが、おのぬぬ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 ぬ、お、なんでいつも落ちちゃう？お、あれ？なんかキャラクターの色が変わったような。あ、この前に青選んだからかな。おー、いいね。地下の世界？あ、これがセーブポイント。よし。うん。呪い？じゃあセーブしよう。レベル1。まだ全然戦ってないんだけど、レベル上がるのかな？何あれ？動いてる。これが地下の世界っていうより、あれだ。エイリアンの世界？っていうか、俺はモンスターだから、みんなはモンスターだから、これはもうすでに地下の世界かな？これは何だろう？じゃあ地上？お、何かいたぞ。右上に何かいた。不気味だな。いやー、アンダーテール2面白いな。お、またいた。何だったんだろう？誰だったんだろう？スージーかな？何もできないな。そうだね、何も見えない。なんだろう、オイルっぽい何か。下に行くか、右行くか、これはまるで顔。うん。ん？今回はちょっと違うかな？お！え？ちょっと待って。やめて。お！避けないと。面白いね。じゃあこっちもセーブ？別にそんなに進んだわけじゃないんだけどね。うん、HP って見れる？お、90。
お、いいね。よし。じゃあこれは確か何かのパズルのようだね。じゃあこれと簡単にあったかな。ちょっと待って、ちょっと待って、これなんと、あー、つまり全部こうしないとね。うん。じゃあ走りましょう。あ、なんだろう、これも。おお、お、何かいた、何かいた。ちょっと待って。お、お前かい。うお、来るな。それ以上近づいたら。あ、クリス。んだよ、もう。てめえ、ふざけんなよ。ビビるんだろう。俺もちょっと怖いんだけど。今度やったら、いや、それどころじゃないよ。ここはどこ？まあいい。今はそれ。そうだよ。先行ったし。こっから出る方法を探さないとね。つっても、ここってどこだ？俺も知りたいんだけど。なんかわかんねえけど、全部てめえのせいだからね。てめえ、なんとかしろ。なんで俺のせい？俺は後ろから。うん、わかった。いや、ねえわ。お前、歩くの遅すぎ。違うだろう、何スピードで。まあいいや。じゃあ、滑れよ。なんだここ。ん？おい、見ろよ。誰か、お、上に？なんか用でもあんのかな？ティンクル？ステラダのって、の！やべえ、逃げろ！お、お、ちょっと待って、マジで。おお、のの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 、の、始まったばかり、ちょ。おお、一回食らったら死ぬ？じゃあそうしないようにね。食らわないように。うん。おっとっとっと、なんかトランプ？カードの、あれだ、その形？その、なんだろう。ちょ、前に進みたいんだけど。おおおおお。ギリギリセーフだったな。よし、これで。お、いいぞ、飛び降りるぞ。これも？お、これも。これが練習かな？次は何かのバトルが始まるって感じ？わかった。わかった、練習しよう。食らわないぞ。おう。よし、前に進みましょう。これは？お、死んでなかったか。それは何より。で、ここが何なのか分かったか？だよな、俺にもさっぱりだ。そこの家に誰か住んでねえかな？どうだろう。ん？これが、あ、イン。武器？アイテム？わかんない。なるほどね。じゃあセーブしよう。おう。セーブ。もう、25分じゃないだろう。あれ？そう？違うと思うけどね。ん？なんだこれ？城か？おう。よくぞ、参った勇者たちよ。おお、誰だ？恐れるな。我は敵ではない。さあ、二人とも、前へ。誰だろう？よくぞ参った。我は、この王国の王子。そしてここは、闇の王国である。クリス、スージー、これより、我が国に残る言い伝えの話をしよう。いつの日か二人の光の勇者が現れるとき。おー、じゃあ何かの伝説だね。古き妖言だね。勇者たちよ、我の話を聞いてくれるのか？あ、じゃあ聞こう。よろしい。
デイバー。お、いいね。じゃあ黙っておきます。デルタルーン。お。ほう、もう一つの柱的な、なんか、噴水的なものが現れたせいで、そのバレンツがね、クリス、スージー、長い話をよく聞いてくれた。そなたたち二人こそが伝説の勇者であるのを我は確信している。いかなる敵が立ちはだらこうとも、世界を救うことができる勇者、さあ、デルタの戦士たちよ、今こそ、運命を？あー、やだね。な、俺が？伝説の勇者的な何かだって？いや、ねえわ。人違いだろう。でも、スージー、君がいないと世界が。だから知らねえっつの、世界が滅ぼうがどうだろうが。俺知ったこっちゃねえから。つかむしろ、ガチで滅んだら面白そうじゃね？つうわけで、クリス。こいつの伝説ごっこう付き合いたっきゃ。一人で勝手にやってくれ。俺はこっから出る方法を探す。あ、スージー待って。ん？何の音？何？なんかサンズとワリオが合体したような。ほっほっほっ。勇者どもは早速逃げる気満々だな。まだ僕様の存在にすら気づいてないというのに。これでパパ上から自慢の息子でもらえるぞ。なんだお前。僕様は悪者だ。自分に、まあ、いや、そしてお前たちはピエロちゃんだ。そしてお前たちはピエロちゃんは世界を救うつもりだ。しらばっくれでも無駄だぞ。
お前たちは東へ行くことは分かりきってる。帰るにはそっちへ行くしかないからだ。しかし、このランサ様が、あ、ランサーって言うんだね。なんでランサー？ランス持ってないんだけど。すでに完璧な作戦を、おお、作戦だね。ステップ1、お前たちをボッコンボッコンにする。ステップ2、お前たちは負ける。確かにうまい作戦だな。そう？おお、だから、その作戦うちらが、お、始まったバトルが。じゃあアクト、おお、分析褒める。いろいろやってみたいんだけどね。警告しよう。何も、うん、ミス。そこまでだ。おっと、おおおおおお、いいね。 BGM も雰囲気も。じゃあ、あ、ミスかな、ミス。よし、おっと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 、なんだった。おお、何かのシールドあった。なんだったんだろう。じゃあ戦う。あ、うん、ミス。ねえねえ、みんなこの後暇？よし、大丈夫だった。じゃあ、おお、あ、ミス。あ、今回はスジはターゲットだね。大丈夫だ、大丈夫でね、大丈夫でね、大丈夫でね。待って、たんま。おお、いや、タイムアウト。違うよ、させないよ。逃げた、逃げたのかい。倒したかったのにね。二人とも大丈夫ですか？まだちゃんと自己紹介してませんでしたよね、僕は。あのさ、そのフードをいい加減に抜いたらどう？もがもが言ってて何言ってか全然わかんねえんだけど。あ、そうですね。お、袋？袋的な何かかな？はじめまして。僕、ラルセと言います。クリスさん、スージさん、お目にかかれてとっても光栄です。僕たち、きっといい友達になれると思います。だから、うちに帰るには、東へ行きゃいいんだろ？そう、東へ行くと、そこには、わかった。んじゃあ、クリス、学校でな。いかんかい。いかん。ああ、二人だけになっちゃいましたね。クリスさん、僕は確かに王子なんですけど、今は僕の町には住んでる人は一人もいなくて、だから、ここで一人でずっと待ってたんです。あなたたち二人が来るのをずっとずっと。だから会えて本当に嬉しいな。クリスって呼んでもいいかな？仲良くしてくれたら嬉しいな。数字を探しに行こう。きっと南東の方。さあ、クリス、君がリーダーだよ。おお、なんかドラクエ？ドラゴンクエストみたいな。じゃあセーブしよう。うん。まあ、ということで今日ここまでしときますね。見ていただいてありがとうございました。皆さんいかがでしたか？このアンダーテール2の前編、続けましょうか？ぜひコメントしてくださいね。では、次へ。